美味しい楽しい届けます。 J-POP。美味しく楽しく作ってみよう。皆さんこんにちは、 J-POP のしほみです。今回は旬の桜を使った簡単レシピを紹介したいと思います。ゴロゴロプルプル桜んぼのパンナコッタです。早速作っていきましょう。使う材料はこちらです。まずさくらんぼのソースを作ります。ヘタを取り半分に切って種を取り除きます。こちらに砂糖を加え30分ほど置いて水分を出します。ここで J-POP ポイント。さくらんぼに含まれるカリウムには高血圧予防や利尿作用によるむくみの改善が期待できます。すごい。水分が出てきたらレモン汁を加えて火にかけ中火で4、5分ほど煮込みます。粗熱が取れたらフードプロセッサーにかけ、滑らかな状態になったらバットに入れて冷やします。パンナコッタを作ります。鍋に牛乳と砂糖を入れて混ぜながら砂糖を溶かします。砂糖が溶けたら火にかけてゼラチンを入れて沸騰させないように溶かします。火を止めて生クリームを入れて混ぜ、氷水に当てて粗熱を取ります。グラスに入れて冷蔵庫で冷やし固めます。固まったら、さくらんぼソースをかけ、仕上げのさくらんぼを飾ります。じゃーん、完成です。早速食べてみましょう。いただきます。美味しい。ピンク色のソースが可愛くてお子さんや女性にも
大人気間違いなし。おもてなしやパーティーにもおすすめですので、ぜひ作ってみてね。